はい、こんにちは。今日はですね、仕事や勉強が手につかない方必見、なぜあなたは勉強や仕事ができないのかというですね、お話をしていきたいと思います。皆さんどうでしょう。例えば勉強机に向かって教科書を広げたりとか、あるいは仕事をしようと思ってパソコンに向かったんだけど、30分と集中が続かないでスマホをいじってしまったりとかですね、あるいは別のことを始めてしまったりとかっていう経験、中にはいらっしゃらないでしょうか。まあ、特に最近はもうスマホがちょっとあればすぐネットサーフィンができたりとか、動画が見れたりとかっていうのがあるので、まあ、なかなかですね、集中する環境っていうのを作りにくいとは思うんですよね。メール1本打っててもメールを打ちながらパワーポイント立ち上げてしまって、次 の, どこどこの学習会で使う資料を作ろうとかっていう風に、まあ、あっちこっち行ってきてしまったりとかして、余計に一つのこと仕事を終わらせるのに時間がかかってしまっている方って中にはいらっしゃらないでしょうか。で、なんで自分はそんなに集中力が欠けてしまうんだろうなっていう風にあるんですけど、まあ、科学的には集中力を高めるためには5分でも10分でもいいから、とりあえず何かを始めた方がいいっていう風に思うんですよね。そうするとやる気が出て、メール1本であれ、資料を作るであれ、勉強を始めるのであれ、そのやる気が出て取り組み始めるっていう風に通常思われてるんですよ。ところが、まあ、なんて言うんでしょうね、最初の一歩さえ踏めばやり始めるみたいな風に、科学的には言われてるんですけど、ところがいやいや、そんなこと言ってもメールの宛先を決めたけど全然やる気起きませんよとかですね、資料のタイトルは入れたけど全然やる気起きへんっていうような人たちいると思うんですよ。で、その5分10分っていうのが難しいんですよねっていう風に別のことを始めてしまったそこのあなたですね急に何やねんそのテンションっていう感じなんですけど、何が言いたいかっていうと、結局集中力っていうのはなぜなかなか保たれないのか、集中力が欠如してしまうのかっていうと、何かを始められないっていうのは、あなた自身の集中力自体に問題があるんじゃなくて、集中力の体力ですね、集中力自身の限界を超えてしまってるからなんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、集中力って限度があるんですよ。今日1日とか、あるいはこの1時間の集中力っていうのはここまでですよと。で、これがどん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 減っていってしまって、そこを尽きるからついついスマホを見てしまったりとか、あるいは寝てしまったりとかっていう風になってしまっていると。で、しかもその集中力に限度があるということに気づかずに、その集中力の体力を恐ろしく減らしてしまっている行動を皆さん自身とっていませんかっていうことが今日の、肝になってきます。なので、実は何もしない状態っていうのをきちんととってしまえば、先ほどの勉強とかメール1本とか学習会の資料を作るとかっていうのはあっという間にできるんですよ。ところがそれができないっていうのは、皆さん自身が集中力の回復を妨げているいろんな行動をとってしまっているからっていう話なんですね。で、これは何かっていうと、スタンフォードの、教授、スタンフォード大学ではなくてスタンフォードの教授が行った実験ですね。コンサルとか他のいろいろやっている中で、スタンフォードでも教授をやってられている方が行った実験なんですけど、学生を2つのグループに分けました。で、2つのグループに分けて、それぞれの部屋にクッキーの甘い匂いが満たされている部屋にですね、分けたんですね。で、片方のグループにはクッキーをの匂いを嗅ぎながらクッキーを食べてもらったんですよ。で、もう片方のグループはクッキーの匂いを嗅いでもらいながら、20日大根、ラディッシュって呼ばれるんですね、を食べてもらったんですよ。もう辛いし、クッキーと比べたらちょっとやっぱ苦かったり辛かったりって食べにくいんですよね。で、その後に難解なパズル、めちゃくちゃ難しいパズルに取り組んでもらったんですよね。で、クッキーを食べてもらった、要は誘惑があるにもかかわらず我慢をせずに誘惑があって、それを我慢せずにクッキーを食べることができた学生っていうのは、19分間そのパズルを解くのに取り組んで、34回も試行錯誤、どうやったら解けるかなっていうことを取り組んだと。で、一方でクッキーの匂いが充満してるにもかかわらず、大して美味しくもない20日大根を食べさせられた学生たちっていうのは、8分でもうそのパズルを解くのを諦めてしまって、そして19回しか試行錯誤しなかったと。つまり半分以下の時間でパズルを解くのをやめてしまって、約半分くらいしか試行錯誤をどうやったら解けるかなっていうことを考えなかったっていう結果が出たんですね。集中力が2分の1に削れてしまったんですよ。で、なぜその違いが出てきたのかっていうと、
セルフコントロール、自分で自分のことを操作するっていう体力を使い果たしてしまったからではないかっていうふうに言われるんですね。つまりクッキーを食べたいっていう考えがちらつけばちらつくほど集中力が切れて、集中力という体力が落ちていってしまって、結果我慢ができなくなって8分間で諦めたりとか試行錯誤の回数が減ってしまったりっていう風になってしまうんですね。だから集中力とかセルフコントロールの力っていうのは使えば使いほど、まあ、減ってってしまうと、まあ、一方できちっと休めばちゃんと回復していくんですよ。ところが多くの人たちっていうのは多くのことに取り組んでしまうと、多くの選択肢を持っている人は自己消耗っていうのがより激しくなっていってしまうので、体力的にも精神的にも疲れやすくなったりとか集中力が低くなってしまうっていう傾向があるんですよね。じゃあこれは一体具体的にどんなことをしてしまっているのかっていうと、例えばスマホをいじったりとか、テレビを見たりとか、絵本を読んだりとか、あるいはいろんな仕事を同時にやったりとかですね、メール打ったり電話したりコピーを取ったり資料を作ったり営業をしたりとかっていうようないろんなことを同時にやってしまう人ほど、その集中力の欠如っていうのは著しく出ている傾向があったっていう話なんですよね。だから例えばですけど、心配事が多い人ですね、お金のことばっかりに気を取られている人とか、仕事のことばっかりとか考えて目の前のことに集中ができてない人っていうのはやっぱり集中力が下がってしまう傾向が高いと。で、当然仕事のパフォーマンスも下がりますし、仕事のパフォーマンスが下がるということは、結果がついてこない、結果がついてこないということは評価が下がる、評価が下がるからお金が稼げなくなる、お金が稼げないということは結果貧乏になるということなんですね。だから貧乏暇なしなんてことを言ったりするんですけど、なんで貧乏の人は暇がないのかっていうと、結局ですね、いろんなことを同時にやろうとしたりとか、いろんなことを同時に考えようとしてしまって、で、目の前の仕事がそっちらかって、一つの仕事を収束させることもままならず、あらゆることに手を尽くしてしまっているから、結果的に時間がなくなって暇がなくなってしまうなんていう風にあるんですよね。だからお金持ちの人たちっていうのは考えることとかっていうよりも仕事自体が楽しいと。だから一生懸命目の前の仕事、とりあえずまず一つ来たクライアントの仕事だけを完了させる、でそのクライアントの仕事が完了させたら次に資料の作成に取り掛かるっていうことに、一つ一つのことに集中することができているから、結果評価も上がって仕事もきちんと取れてお金が稼げるっていう風になっていくんですね。ですから皆さん自身がもしですね、仕事のパフォーマンス性が上がらないなとか、集中力がなかなか保ててないなっていうことであれば、まずはしっかりと休みましょう。で、休み方としては寝そべってスマホ、これはもう完全にアウトです。本を読むとかネットサーフィンとかテレビを見るとかっていうのもこれも全部アウトです。なのでまずは何がいいかというと、仮眠を取ること、しっかりと目を休めて、こう椅子に座って5分ほど10分ほどぼーっとするのでも OK で、仮眠だけじゃなくて瞑想をすることも OK です。瞑想で一旦体とかメンタルのリセットをすると。それから遠くをぼーっと眺めたりとか、あるいは猫とかみたいな小動物の写真を眺めるとかっていうのでも OK です。こういうふうに頭を使わないようにしてぼーっとする時間っていうのを作ると、どうしてもやっぱり本を読んだりとかネットサーフィンとかってするといろいろ考えたりとか、やっぱり視界に何か入るとそれだけ脳っていうのは働いてしまうので、ぼーっと見るだけとかですね、もう何も考えないようにする時間っていうのをきちっと取ってくださいと。で、そうすると集中力っていうのが回復してきて、だから時々ないですか、寝すぎると目が冴えていろんなことにパッと取り組めたりする瞬間とか、なんか休みすぎたなって思ったら目覚ましいくらいにですね、いろんなことに急に取り組める瞬間って皆さんの中にも経験した方いらっしゃると思うんですよ。結局そういうことなんですよ。きちんとした休憩を取ることができていれば集中力っていうのはきちんと回復して、で目の前の仕事にパッと取り組めるようになると。ところがその自分が本来持っているはずの集中力以上に集中ができない原因っていうのは何かっていうと、スマホを見たりとかいろんな仕事を同時にやったりとかっていう風に消耗させる行動っていうのをあまりにも多く取りすぎているから、回復も十分にできず、そして消耗のスピードが速くなっていってしまって、結果集中力がない、そして疲れてしまうっていう風になるので、ぜひですね、しっかりと休憩をとると。で、その休憩をとるときと、お手洗いに行くとかお昼ご飯を食べるとかっていう時にはスマホを見たりとかネットサーフィンとかをしないようにしてくださいねと。もうただ食べることに集中する、寝ることに集中する、トイレで踏ん張ることに集中するっていう風にきちんとした休憩をとっていただけると、仕事や勉強が結果はかどるという風になります。ぜひですね、何もしないことが大事ですよってことを騙されたと思って取り組んでみてください。そうすると皆さんが
30分しか続かなかった集中力っていうのが1時間に伸びたりとか、あるいは30分で1とか2とかしか進まなかった仕事や勉強っていうのが5とか10とかっていうふうに進むように実感できると思いますから、ぜひ試していただけたらというふうに思います。ということで、本日は仕事や勉強が続かない、集中力が続かないという方に向けての、メッセージを配信させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。